ヨハン・クリスティアン・キッテルは、ドイツのオルガニスト、作曲家、教育者。ヨハン・ゼバスティアン・バッハの最後の弟子の一人だった。門弟には、ミヒャエル・ゴット・ハルト・フィッシャー、カール・ゴットリープ・ウムブライト、ヨハン・ビルヘルム・ヘスラー、クリスティアン・ハインリ・ヒリンクラがいる。エアフルトに生まれた。最初に指導を仰いだのは、ヤーコプ・アードルングであった。1784年に、 ライプツヒへ移り、ヨハンゼバスティアン・バッハの生涯最後の2年間で、お気に入りの最後の弟子となる。1751年には、バート・ランゲンザルツァで、オルガニストと教師に任用され、その後1756年に、エアフルトへ戻ってまずバルフューサー教会、続いて1762年に、プレディガー教会のオルガニストに登用される。キッテルは、交代グルの依頼を多く断っている。 中には、ザクセンバイマル広告のアンナアマーリアコーヒーによるイタリア行きの話もあったが、残りの生涯をエアフルトに泊まって過ごした。同志での彼は、数多くの夕べのリサイタルで演奏し、ビルトオーゾのオルガン奏者として著名であった。ゲーテ、ヘルダー、ビーラントが皆、彼の演奏を聞きに訪れた。1800年には、ハンブルクへの演奏旅行を行い、 シュレースビヒホルシュタイン州のためのコラール州を本にまとめつつ一年を過ごした。キッテルはエアフルトに没している。キッテルは自らをバッハの主義に立脚していると考えており、音楽を用いて聴衆の心の中にある木への感情を目覚めさせ、維持し、高めることを目指した。天礼目的に最も適した簡素な形式へと制約を課すことにより、 彼の教育法と作品はこの目的を満たしたのである。同時代のギャラント様式の影響を受けて、戦律を強く主張させていたが、バッハの例に習い二重コラール変装曲などの大規模なオルガン作品もいくつか書いている。1789年のピアノソナタには、ウィーン古典派に通ずる特徴が見受けられる。ありがとうございます。